りと握るのは親指と人差し指だけです。これでこう振ってみて遊びがある程度だったらバッチリ。弾みすぎてるからちょっと抑える。ここはプレスする。うまく馴染ませる。てかもう手の甲に紐がついてるイメージします。これ引っ張る。よっ、音量もアップします。ちょっとやってみます。超すごいみたいな。やることに意味があるのかと。動くタムの方に落としてボーイング。エンディングとかね、そういうところで。ドラムセットでやってみます。